皆さんこんにちは、ベーシストのルービーです。今回はジェームス・ジェマーソンのベースラインについてお話ししていきたいなというふうに思います。実はこの人、このベースという楽器、エレキベースという楽器が世に出回り始めた本当に最初の方にベース弾いてた人なんですね。で、今も使われてるすっごいいいフレーズをこの時にたくさん生み出した人なんですよ。なのでぜひコピーしてみてほしいです。めっちゃ勉強になるので、この動画がその助けになればなと思っています。ぜひ最後までご覧ください。では最初の一つ目のフレーズからいくんですが、その前に20秒だけ前置きをさせてください。このチャンネルですね、登録者が5000人を突破いたしまして、ありがとうございます。いつも見ていただいて、そしてですね、そんな皆様に向けてですね、2つのキャンペーンをしようかなと思っています。1つがですね、僕のやっている体験レッスンのですね、1時間を無料にするということをですね、先着10名様に限ってやりますので、ご興味ある方は下の公式 LINE からぜひご連絡ください。そしてですね、もう一つがですね、生放送をやろうかなと思っています。内容はまだ考えているところなんですが、絶対にやるなと決めているのは皆様からの質問を回答するということですね。それだけはやろうと思っているので、たくさん質問を持ってですね、ぜひ遊びに来てください。では一つ目のフレーズからやっていきましょう。はい、ということでこの一つ目のフレーズはジャクソン5の I Want You Back という曲ですね。めちゃくちゃ有名なフレーズなので知ってる人も多いかもしれません。このチャンネルでも以前にご紹介したことあります。このフレーズ本当にいいフレーズなのでコピーしてほしいのですが、ジェマーソンっぽく弾くコツとしてはですね、音階に気をつけるといいなと思っていまして、まあ例えばここのタブ譜のところとか見ていただくといいと思うんですが、音が短いところと長いところが混ざってるんですね。長い音が来たら次短い、短い音が来たら次長いみたいな感じでですね、繰り返されることが多いんですよ。ここを気をつけて弾いていただくといい感じかなと思うので、ぜひやってみてください。まあ、ジェマーソンのベースラインってこういうのがすごい多いんですね。なんか音階をすごく変えていくっていうか、なのでですね、絶対身につけるべきポイントというのはここにあるので、ぜひやってみてください。ちなみにですね、前回から言っている通りですね、僕の公式 LINE の方でですね、音源くださいって言ってもらえれば、このさっきの練習用音源ですねをお渡しするので、ぜひご活用ください。ちなみに補足だけしておくと、この曲ジェームス・ジェマーソンが弾いていないのではないかという説も実は出てたりします。まあ、というのもですね、ジャクソン5の曲は、ファンクブラザーズっていうですね、バンドがレコーディングをしてるんですけども、その中の、ベーシストはもちろんジェマーソンなわけです。なのでジェマーソンが弾いているということになってはいるんですが、後になってですね、実はあれ弾いてたの私でしたみたいなことを言う人が現れて、しかも結構な証拠とともに現れたりしてですね、どっちなんだろうみたいなことになっているということですね。当時の真相もですね、そんなにないのでわからんというところなんですが、ただこのベースラインはジェームス・ジェマーソンの感じがすごく出ていて、かつめっちゃいいベースラインなので、まあいろんな諸説はあるんだけれども、このフレーズをコピーしておくことは絶対に役に立つので、そういった意味で今回ご紹介させていただきました。そこだけご理解いただければと思います。そういう話もしつつ2曲目に入っていきましょう。
では、2曲目なんですが、マービン・ゲイの What's Going On ですね。これも名曲中の名曲で、めっちゃいいベースラインだなというふうに思うんですが、これはですね、イントロと A メロをちょっと弾いてみました。この先も素晴らしいので、興味がある方は弾いてみてほしいんですけれども、セッションとかでもすごくやられている曲でですね、1曲丸々覚えてしまうのもいいかなと思います。で、ここでですね、ジェームス・ジェマーソンっぽい、モータウンっぽいサウンドをですね、出す方法っていうのをですね、ちょっと弾き方のコツがあるので、それを皆さんにお伝えできればなと思っていますね。なんかこんな風に弾くといいんですよね。どうでしょう、ちょっとミュートかかったようなサウンドなんですよね。普通に弾くとってなるじゃないですか。これをっていう風に弾くっていうことなんですよね。まあフラットワウンドの弦を張ったプレシジョンベースを弾いたら、まあこんな感じになるみたいなところなんですけど、もちろんこれはジャズベースですし、弦もフラットワウンドじゃなくて普通の弦なわけですよね。これどうやってやってるかっていうと、ブリッジミュートみたいなことを左手でやってるんですね。まずどうやってやるかは、左手で何かフレットを押さえます。まあ人差し指で、じゃあ4弦の3フレットを押さえましょうか。でこの状態でですね、そこから少し離れたところで中指でですね、4弦をこう置くんですよ。するとこういうサウンドが出せるんですね。注意するところとして、中指で弦を押さえてしまうと中指の音が出ちゃうので、それだと狙いとは違うんですね。中指は人差し指を少しミュートするっていう風なイメージでやるといいですね。そして音を完全に止めてしまうのも狙いとは違うので、手首を少し傾けるような形にして、こうちょっと止まったような感じにすると、いい感じに完全にミュートはされないんだけれども、サスティンが弱いっていう状態になっていい音が出るので、ちょっとやってみてください。ということで、こちら3曲目になります。こちらがですね、ジャクソン5のダーリンディアーっていう曲でして、これもめっちゃいいですよね。これはもう僕個人的にはですね、ずっとベースラインばっかり聴いちゃうというか、曲流れててもベースラインをずっと追いかけていってしまうような、そんな曲なんですけれども、ベースがですね、グルーブをこうぐるぐる回していくような感じの役割ですよね。まあドラムのバストラにがっつり合わせていくっていうよりも、ドラムは結構控えめにしておいて、ベースがガンガン回していくっていうタイプの構成になってますよね。まあ具体的に言うとですね、特にまあ2小節目のところなんかですね、まあ音が変わるタイミングがずっと裏拍になってるんですけれども、これがですね、どんどん前に押していくような、推進していくような感じになってますね。でこんな裏拍にバストラとかは全然なってないわけですよね。なんだけれども、うまく独立していて、かついい感じになってるというサウンドですよね。まあただですね、弾くのは結構難しいです。まあこれは僕もかなり練習したんですが、まあ、やってることが難しいというよりは、今まであんまりやってなかったこと、なんか他の曲ではあんまりなかったような運指がよく出てくるから難しいっていうんですね。まあ、特に2小節目3小節目とかは開放弦がたくさん入ってて、僕はめっちゃ好きなんですが、まあ、この辺はちょっと難しいかなと思います。そしてまあ音作り的なことで言うと、モータウンっぽい感じなんで、まあ、プレベっぽい稲たいサウンドをやるのがいいかなと思うんですけども、まあ現代ではどんな感じでやってもいいかなと思います。普通にジャズベで弾いてもいいと思うし、プレベっぽい感じにして弾いてもいいと思うし、まあ、あとはまあジャズベのリアでちょっとね、こういうちょっとジャコっぽいサウンドを混ぜつつ弾いてもいいと思うし、あとはあのケン・スミスとかワーウィックとか、そういうあれですね、ジャズベじゃないようなハウンバッカー的なモダンなサウンドでも弾いていいと思いますね。これがもししっかり弾けたらですね、ジェームス・ジェマーソンの、フレーズのエッセンスはしっかり吸収できると思います。まあ、リズム感とかグループはまたちょっと別なんですけども、フレーズ作りっていう点においてはすごく、この1個コピーするだけでかなり上達するので、
ぜひやってみてください。という感じでですね、ジェームス・デマーソンの曲を3曲やってきたんですが、いかがだったでしょうか。僕の中ではですね、ジェマーソンといえばこの3曲という結構基本中の基本みたいな感じだなと思ってます。まあ今でもよく使われるフレーズが本当に多くてですね、この世にですね、素晴らしい財産を残してくれたベーシストだなと思っています。こんな感じでですね、これからもですね、いろんなベースのフレーズ含めた動画を出してきますので、ぜひチャンネル登録しててください。ベースのですね、オンラインレッスンもやってます。さっき言ったようにですね、5000人登録突破記念ということで、体験レッスンを、いつも1100円いただいてたんですけども、それをですね、先着10名様に限り無料という形にさせてもらってます。まあ、YouTube でですね、レッスン始めても5ヶ月ぐらいですね、なんですけど、結構ですね、皆さん上達が目に見えてわかるようになってきて、レッスン受けてくださる方も結構増えてきてるんですね。11月の終わり頃にですね、スラップがやりたいって言って来てくださった生徒さんがですね、スラップの音は鳴るんですけど、フレーズとかがあんまり作れないんですぐらいな。だから、まあ、こういう練習から始めてみたいな、そういう生徒さんが今もうロータリーのフレーズ弾けるようになってて、笑っちゃうぐらい上手いんですよね。でこう生徒さんとは LINE でずっとやり取りしてるんで、いつでも質問あったら LINE で来てくださいねって言ってるので、動画これこんな感じで弾いたんでどうですかって動画送ってくるんですけど、いやうまみたいな、5ヶ月でそんな行くみたいな状態なので、ちょっと楽しみにしててほしいです。受ける人は全く弾けない方でも、もうそこそこの方でも、そこそこやってきた方でも、全く弾けない方でも、コミュニケーション取りながら最適な形でレッスンできたらと思うので、ぜひ試してみてください。そんな感じでですね、今回の動画以上にしたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。